まみちゃんべったりのお母さんでもそう思うんだ。さすがに母も空港までの見送りまででした。まあまあ、そりゃ私たちも聞いた時はね、びっくりしたわよ。ねえ、実は旦那さんの方からかりんちゃんにぜひ一緒に来てくれって頼まれたんだって。なんかますますわけがわかんないんだけど。つまり奥さんがものすごいマシンガントークする人で、12日間の旅行中一人では耐えられないから、数日間だけでも話し相手になってくれっていうことで、最初のドイツ3日間だけ一緒に行動したんだって。へえ、そんな夫婦いないよね。私なら頼まれてもついていかないわ。うん、普通誘われは。おまけにその年は寒波で、すっごく寒くて、空港でコートを買って寒さをしのいだらしいわよ。やっとフランスにスーツケースが届いて、目的地のスペインに行ったら、これがまた暑かったって言ってた。でもせっかくフランスの空港で買ったコートなのって、帰りは汗だくになって帰ってきて、それは。でも一人ですごいですね。私だったらそんなこと一人じゃできない。でしょ？だから私が見守ってるの。コナミちゃんには旦那さんがついているから任せたらどうですか？そんなこと言っちゃ、いやいやいや。竹本さん。松本です。こんにちは。劇団憩いの女優伊調です。これライブをパーとかやってくれるわって。そう、新メンバーも入ったことだし、皆さん伊調の初舞台をぜひ見にお越しくださいませ。はい、楽しみにしてます。訓練もしっかりやってもらいますからね。デビューは今週末ではない。まあな、3ヶ月は基本を学んでもらわないとな。そんなに？あーやだ私。何言ってるのよ、大体サービスよ。昔は役がつくまで何年も下積みしたのよ。もうダメだったらすぐ言ってください。すぐに辞めさせますから。心得てます。大丈夫よ、コナミちゃん。私は女優よ、頑張るから。コナミちゃん、コナミちゃん、コナミちゃん、何何何、時代劇に打ち込んだらコナミちゃんから離れるかもしれないよ。でも、ここにはコーヒー毎日飲みに来るの。ここはちょっと様子見ということで。楽しみ。